こんばんばは、あ速の久保です小池都知事がまたねなんか単独会見してるみたいなんですけどもここでまた言ってます。夜8時以降の外出を控えてもらうって書いてますけどもあのどうなんですかね東京では朝8時以降に出かける方と夜8時以降に出かける方って夜の方が圧倒的に多いんでしょうかもし人の流れを止めるんだったらラッシュを含めた電車のね 朝8時以降の外出を控えてもらった方がいいような気がするんですけども、それこそ、お子さんもご老人も出かけちゃいますよ。朝8時以降止めないと。で、夜8時以降に出かける方って、どちらかというと少ないんじゃないかと思うんですよ。まあ、いわゆる夜活動する方ですよね。いや、少ないような気がするんですけどね。夜8時以降にこだわるのなんかあるんでしょうかね。ちょっと、まあ、不気味なものを感じますね、これね。で、次にね。 検体数が十分でないところもあるが、新しい局面でって言ってますけども、検体数が十分でないのは、まあ、小池都知事がちんたらやってたせいじゃないかなと思うんですよ。だって一日二万件とかやれるっていうふうに言ってたわけですよね。それが、なんか一日にね、まあ、やっと数千件っていうレベルじゃないですか。いやこんなことじゃね、なんか十分小池都知事仕事をしたとは言えないと思うんですけども、 そういう人にね、協力をお願いするって言われても、東京都民の皆さん困っちゃうんじゃないですかね。<laughs> 十分協力してるでしょ、東京都民の皆さんね。食べたいものも食べずに、飲みたいものも飲まずに。飲食店もだいぶ潰れましたよ。ね、会社もだいぶ潰れましたよ。で、休業保証金今は出すって言ってますけども、ここまでに潰れた会社にはなんかないんですかね。そこが大きな問題だと思います。潰れたところは、飢え死んじゃったりとか、もしかしたらね、首くくっちゃったりするかもしれないですよ。 これは人災なんじゃないでしょうか。あ、そしてですね、変異種のことなんですけども、問題はもう入ってきているのではないかという部分。これ、どうしたもんですかねこれ誰のせいですかね <laughs> チンタラして、外からの流入を閉じなかった東京都の責任も重いんじゃないかなと思うんですけども、これも都民のせいなんでしょうかね責任は都民が被るんでしょうか果たして。え、そして、 感染しない、させない、基本の部分って、もうだいぶさせてるのは、この小池都知事の政策が悪かったんじゃないですかね。返す返す思うんですけども、エッセンシャルワーカーの方に保証を1日2万円それから、あどうしてもね、えー、在宅にしていただく方、我慢していただく方には、まあ保証金を毎月10万とか、事業者には毎月100万みたいなことね、えー、やっていれば、多分、 人の流れってこの夏ぐらいにとどめておくことができたと思うんですよ。だから問題は原因が小さいうちに閉じておくってことなのに、ここまで肥大しちゃったものを収束させるのは至難の技だと思うんですよ。で、今更やってる感出してもね、なんか今日は得意の、あれですね、あの、ホワイトボードがなかったみたいですけども、手板が、フリップですか。フリップがなかったみたいですけども、さすがに緊張と責任を隠せないところに来ちゃったのかな、というところで、菅総理に、 なんか、責任を押し付けちゃいましたね。国が緊急事態宣言を出さないから、東京都としても手回しも出ないんだみたいな立て付けで、責任丸投げしちゃいましたけども、うーん、まあ、東京でできることあったんじゃないかなと思うんですよ。うん、だから夜の街が危険だって言うんだったら、早々にね、夏の時代、夏の時期に保証金をしっかり出して、で、夜の営業をね、閉じてもらえばよかったわけですよ。だってホストやキャバクラの売り上げどのくらいだと思ってるんですかね。 そっから来る税収ってどのくらいだと思ってるのかね。なんかちょっと考え足りないんじゃないかなと私は思っちゃうんですけども、そういうふうなことを言ってる私の方が考えが足りないのかもしれませんね。いってらっしゃい。